シー、オールオンザシー。じゃあロゴだ。ナマステ、どうもなんちゃんです。はい、ということで今私たちはゴアにいるんですが、実はですね、インドってあのシーフードとか牛肉とか食べれないんですけど、ここのゴアはシーフード、牛肉食べれるんですよ。食べれます。皆さん生きてるんですね。今日はこのザ・フィッシャーマンズバーここに今来ております。非常に楽しみ。生演奏までやってるというね、もうすごいチルな場所に来てるんで、ちょっとインドで食べれる牛肉とかプロントとか、プロントプロントじゃないか、プロントは日本のコーヒーをちょっと紹介していきたいと思いますので、では料理来るまでちょっと待ちましょう。ではチャロ、バイバイ。バイバイじゃねえか。スーラってやつ飲んでます。これ白ワインなんですけど、インド結構ワインが有名なところがあって、ムンバイからね車で3時間ぐらいいたところにナシックっていう街があります。そこにワイナリースーラっていうのがあって、スーラって太陽って意味なんですけど、まあ、そこのねあのワインです。これが一番インドでは飲まれてるワインで、あの味はすごいすっきりしてて、だけどこう爽やかで甘みもあって、結構僕は大好きなワインです。じゃあロゴだということで、食レポ対決していました。対決方法、それぞれ食レポを行いますので、一番いいと思った人の名前をコメント欄に記載してください。はい、というわけでいただきます。まあ、おなじみの味ですよね。あのおなじみのって言っても誰もわかんねえよなんだよ、酸味が強いとかさスーラワイン飲んでみたいと思います。いや、まあ、匂いは普通の白ワインです。うん、なんだろう、白ワインの中でも割とすっきりめの白ワイン、まあ、辛口が好きな人とかはちょっと好むかな。ちょっと甘めの好きな人とかだとちょっと苦手な。なんか料理とかも結構イタリアンとか、あとなんか和食とかでもまあ合いそう。日本人には割と好きな味なんじゃないかなとは思います。はい、ではスーラを飲みます。まずですね、ワインを飲むときはあのこう回すんですね。でこう、そしたら上に来るこのワイン、白ワインがこう落ちるスピードが遅ければ遅いほどこのワインの糖度が高いですよっていうのが分かるので、ちょっと混ぜてみましょう。適度。じゃあロゴだ。ペーパーそれキープやる。いやー、みーました。牛肉ね、ちょっとこれ、インドに牛肉が来ました。本当の牛肉だね。これレッドラインレッドワイン。これインドで牛肉食べるのいつぶりだろう。全然初めてかもしれない。いただきます。インドで食べれないからね。これね、正真正銘の肉、牛肉ですよ。牛肉だね。バッファローじゃない、ちゃんとしてる。もう溢れる肉汁、もう最高ですよ。グッチさんも食べてます。インドでも食べれるんですね、こう、うん、どうですか。なんかあの結構インドの肉って臭みあるの多いけど、これ全然臭くもないし、本当に柔らかい。はい、赤ワイン。今度スーラの赤ワインちょっと飲んでみよう。スーラワインも結構飲みやすい。赤もそんなになんていうのかな、苦くなくて割とライトな赤ワイン。美味しいですね。あんまり渋みもなくてすごい飲みやすいワイン。まあスーラワインって多分1本、まあ、800ルピーとかなんで、まあ、手頃だし、けど結構そのコスパがいいと思います。あんまりこう変わった味もせずご飯にも合うので、まあ、非常に個人的には好きなワインです。まあ、スーラもこれ普通のこういうパッケージのやつなんですけど、
リンドリってちょっと高いスーラの赤ワインの、それは非常に美味しい。 1.5 倍ぐらいするんだけど、僕は結構あのスーラ飲むときはそっちでして、これちょっとぜひ日本で見つけたら買ってみてください。カニを食べます。カニ食べます。じゃあいただきます。いかがですか、インドのカニ。うん、うまいですね。うまい。結構身がしっかりちゃんと詰まってて、で、なんでしょう、味付けもさることながら、ちゃんとこうカニ本来のこう甘み、旨味、肉汁じゃないんだけど、こうジューシーな感じがすごいですね。うん、これはね、白ワインが進みますね。じゃあ、ロコが。はい、ということで、はい、お腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱいだね。牛肉も、エビも、うん、カニも、魚、魚、そう、魚、美味しいですね。もう通常インドで食べれないものが全部食べれて、そう、うん、超最高だった。あと味付けがね、もうカレーじゃないし、そう、スパイスが効いてない。そう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 、すごい美味しかった。もう最高だったので、ぜひあのゴアに来た時はここザ・フィッシャーマンズワーク来てください。ぜひ。はい、じゃあまた次の動画でバイバイ。チャロー。おまけだよ。いただきます。OK, how did that come down? OK, うまい。カニ界のチャンドニーチョークや。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。